で次こっちが最後と。なんだかんだ早かったな。はい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 。なるほど、これで上に上がれと。これはビタロ。ん？石だ。なんだこれ。これマグネだな。あれ？これ伸びるぞ。おーおーおお。あ、なるほど。あれが溶けたら全部溶けたら刺せってことか。ここに来てなんか意味わかんねえなぞ。解いてた。先に解いてたな。なんだこの石。わけがわからん。試しに止めてみると、あ、あ、あー、わかった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 、そういうことね。わかったわかった。つまり、あ、ちょ、なんでだよ。そうだ、連動してんだ。この石はそっちと連動してるから、ってことはここを止めてあげれば、連動もクソもここを止めてあげればいいのか。はい、どうぞ。回る、それで。あ、はい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 。え、これまだ謎解きすんの？もう終わったんじゃねえのか、謎解き。これなんだこれ。釘、く。待って、これ、チンコやん、これ。これ、チンコやん、これ。なんだこのチンコ。いやもうここやばいでしょ。ここ何やってんだ任天堂。いい加減にしろよ。遊びじゃねえからゼルダは。なんだこのチンコ。逆回転に試しにしてみるか。水が増えるとかじゃない。あ、これ、あ、これアイスメーカーか。これチンコ押す説あるな。これこれアイスメーカーで、これ気筒を押す説あるな。これこうじゃない。ほらオッケー。なるほど。ちょっと任天堂の闇見えたね。これまだあるわ。長いな、ここ。ちょっとそれは俺任天堂の闇見えちゃったかな、今。さすがにさ。これメタル？メタルじゃないわ。じゃあいいわ。これはなんか、これなんだ今度は。なんだこれ。ん？ここにはめ込むってことか。ビタロックで押す。試しに投げてみっか。さあどうなるか。はいはいはい。あ、これで水止まる？あ、止まった。で？で？あ、高川が取れますよと。あれ？いや、宝箱はいいんだよな。ボタンがない、ボタンが。あ、こっちにも行けるようになりましたよってことね。はい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 。なんやこれは。おお、玉が。え、これ何の玉これ。あ、あった、そこにあるわ。は、飛ばし装置が出てきたからあれだったけど、これ玉を向こうに飛ばすんだ普通に。おお、あ、なるほど。それで、ああ、そういうことか。で、ここまで来たらアイスメーカーで、やれると。よっしゃ！全部いけた、自分で。そういうことか。
え、これでついに裏ボスとご対面なんか。んで、これはゴリ押しだろ。これもあれだ、形があるからさっきのハメる原理のやつと一緒だわ。しっかり突起があそこに。ちょ、鎖邪魔だろ、鎖邪魔だお前。押す、押す、押す。あれ、こいつ祠にいつもいるやつやん。まだ裏ボスじゃねえのか。お、まともに座ってるよ。いつも変なボス取ってんのに。え、祠やんこれ。なんや、なんや、え、お前なんか裏ボス。よー、ついに動いたぞこいつが。え、こいつ、こいつこんな身長高かったの。こいつ立つと気持ち悪いな。エイリアンみてえじゃねえかお前。え、何この展開。しかも BGM がいい。え、どこ、ここ完全にボスのフィールドやん。え、なんかポケモンポケモンのなんか四天王戦みたいな BGM 投げ始めた。え、めっちゃかっこいいんだけど。お前、イーガダンみたいな技すんなお前。なるほど、武器はイーガダンっぽいな。よかろう、こっちも重心の体験で相手になろう。え、これイーガダンや動き。ちょっと待って、これ縦あった方がいいね。いいだろ。じゃあこっちはあれだ、重心の剣だ。弓か、おれ人型だから戦うの楽しいね。ナイスガード。はい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 。ババアサンダーどんぐらい暗かったな。今日ボス戦はババアサンダー強いから。第一形態そんな強くないね。いろんな技使ってくるみたいな感じや。はい、なんだそりゃ。え、この技あれじゃん、雷のカスガノの技と似てるじゃん。あれパリスのむずいな。おら、できていくバカめ。俺の才能甘組だな。はいはいはい。え、第2形態どころじゃねえな、これ第4形態ぐらいあんのか。急に何高えだろうかバカお前。待って、いや、こういうのはバカめ、数で押せば倒せると。え、フリーズロットが効かないだと。ならこれだ、ババアサンダー。あ、一匹になった。オッケーオッケーオッケー。これまた増えたりしないよね、これ大丈夫だよね。ねえ、嘘でしょ、ババアサンダー。お、なんだこいつら。え、いや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 、あ、待って、俺料理持ってない、あんま。やばいな、料理持ってないな。くそ、料理作っていくべきだった。裏ボス戦に備えて何も準備をしてきてない男。あ、一体に戻った、またか。くらえ、こいつか。巻きてる間に切んなきゃダメだ。え、待って、これやばくない。待って、本物の、なんだこいつら、ネタじゃねえかよこれ。しゃあねえ、おらら。え、ば、なんだ、あ、これ最後、分かった分かった、最後が本物パティンだろ。あれ違う、全然違かった。あれ、俺爆弾の意味知らなかった今。
あ、雨だから爆弾のやつ使えないんだ。そんなことある？じゃあ電気ないか。なんだ今なんか一匹本物っぽいのいたけど、なんだこれ、どうしたらいいんだこれ。え、ほら、うわマジか、外したババアさんだ。はいはい、ちょっとこの携帯厄介だな、早く終わさないと。この携帯次で終わすわ。ほらほら、どうだ、ヘッドショット。まだ携帯変わんない。よしよしよし、やっぱ第4携帯か。4分の1 HP が減ることに携帯変わんだ。え、こいつ何者なのこれ、世界観わからんわ。急に怪物になるなお前。様子見だな、まず。え、いいぜ、雲みたいな動きして。おらバカめ、俺の才能甘く見すぎだ。気持ち悪い、なんだっけこいつ、あいつみてえだな。ビタロック、ビタロックじゃねえ、なんかヒタロックみたいなやついたやん。俺の戦闘センス甘く見すぎだな。あれ来ない？これ、うっ、早っ！いって！ちょっと待て、ちょっ、オッケーオッケー、最後の一つでいいや。あれ？雷が降ってくるパターンか。あげるこれ、さよなら。余裕だな。はい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 。あー、俺の重心の剣がもったいねー。ガノン戦に取っといてんのにこいつに使うことになると思わなかった。あ、こいつ普通に攻撃して効かねえんだ。何やってるこいつ。これはなんだ、螺旋手裏剣やんこれ。え、な、え、やべ、甘く見すぎ、くそ、待って、マジ回復ねえんだけど、やべえな、ちょっと。んーで、攻撃力上げて、よし。あと、こいつやんなきゃダメだ。よし、OK。決める。待って、タイミングが、タイミングがわからん。もういよいよ回復ないぞ。やだな、絶対初見で貸したい。来い。またそっからかよ。螺旋岩の、この、ここだ。落ちた瞬間に倒すのが基地だ。よし、OK。なんだ今度は、効かないもんねこの時攻撃。早く撃ってこいよ。あれ、絶対やる。やばい、絶対負けたくねえ。どうすっかな、あのレーンの盾ないもんね、レーンの盾ないよな。くっそー、あ、てか待って、俺装備さ、待って、俺なんか食らうなと思ったら裏ボスかなと思ってからあれだったけど、俺普通にあれやん、防御力くっそ低かったわ。面倒だ、弓で倒すか。 OK、 離れる前にやる。これあえて離れてみるか、ちょっと。おらー、くそ、でもこっからだと詰めるのに時間かかる。やれないか、待て、くらえ。
終われ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 、よっしゃなんやそれ。距離取って正解だったな最後。あ、やっぱ心中なんやリンクの。ダンケルたちもこういう試練クリアして真珠身につけたってことか。え、なにこれ。これでバイク手に入るんだ。え、めっちゃかっこいいじゃんこのバイク。あ、このダウンロードコンテンツでバイク手に入るんだね。え、神獣ってこのバイクが神獣ってこと？なんか違くね。俺の思ってた真珠じゃないんだけど。あ、そこなんだ。素材をタンクに入れることでエネルギーに変えて走ることができる。自由に呼び出すこと。マスターバイクゼロ式。マスターバイクじゃダメだったんか。このなんか何、あのいつも青い格好に入ってる人ってさ、みんなこんくらいの戦闘力持ってんの？街滅ぶわ。あれ、まだムービーあるね。これはムービーやんのか今までみたいな感じで。ありそうだな。 AK スタッチのバラット。あ、これ AK スタッチの俺シって呼んでて、でみんなに、いやそれ歌だろうってみんなに言われてたけど、これバラットだね。これバラット、中二病だったわ柏さん。あー、くるくるくる。え、めっちゃ綺麗。おー、戦士たちよ、命を賭した任を引き受け、
今日この場に集ってくれたこと感謝する。そなたたちをハイラルの英傑に任じ、その衣を与えよう。その青は我が王家の象徴とされてきた由緒正しき色である。そしてそれを仕立てたは我が娘ゼルダ。ゼルダよ、王家の姫に受け継がれてきた任を全うせよ。英傑たちの長となり、このハイラルを厄災ガノンの脅威から守り抜くのだ。堅苦しいのは向いてねえな。これがシーカーストーンね。それには様々な機能が備わっているはずなんですが、残念ながらまだほとんど解明できていなくて。この前お姫様に見せてもらったけどさ、それ本物みたいな絵が作れるんだよ。すごい、見てみたいな。姫様、あの、お願いしてもいいかな。うん、じゃあその辺で写そうか。みんな、シーカーストーン見て。ダールケル、もうちょっとかがめない？あんたただでさえでかいんだから。え、誰が喋ってんのこの女。表情暗いよ姫様、もっと笑って。え、誰これ喋っ、撮ってるやつ誰だ。リーバル、もっとこっち寄って。やれやれ。ミーファ、緊張しすぎ、深呼吸してごらん。はい。じゃあ打つよ、みんなこっち見て、笑って。あ、チェッキー、お前かよ、お前かよ、撮ってんの。最後で分かったわ。この写真めっちゃいいわ。めっちゃええやん、この写真。柏さんもなんかあるのかなと思ったけど、こいつは普通にただの詩人なんだな。リンク、リンク、私は見届けました。あなたが厳しい試練を見事に乗り越えたこと。今のあなたなら、そう、今のあなたならきっと厄災ガノンに打ち勝つことができるはず。きっと。ああ、終わった。いや、紙ダウンロードコンテンツだったな。紙ゲームのダウンロードコンテンツも紙ゲーだったわ。でもこれあったらもう島パンいらねえじゃん。あ、めっちゃ操作してるけど、怖い。
本当にこのゲームの乗り物とか生き物はマジで操作しにくい。へえ。あ、意外とシンプルだね。これだけだわ。できることはこれだけ。まあ。まあ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 。うん。まあ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 。はい。